八神さん、お待ちしてました。すぐ綾部刑事と接見できます。現役のデカが殺しで逮捕か。ショッキングな光景だな。そんなに嬉しそうに言うなよ。こちらは源田法律事務所の星野先生。若いけど頼りになる。おい、あんたが弁護してくれるんじゃないのか。いや、俺はもうずっと法廷に立ってないから。その代わり証拠集めに回る。大丈夫、羽村の時もそれでうまくいったよ。星野です、よろしくお願いします。いいのか。新谷はあんたの先輩だろ。もし俺が犯人だったら。まあでも綾部さんは無実なんですよね。あれ、そうですよね。多分な。多分なんですか。新谷はあんたの銃で撃たれたんだって。検事たちがそう言ってた。ああ、弾の線条痕が一致してるらしい。線条痕って何でしたっけ。はあ、すみません。拳銃ってのは弾の軌道を安定させるために内側に螺旋状の溝がついてる。で、撃つと溝で弾に傷が残る。それが線条痕だ。へえ。その溝は人間の指紋みたいに銃ごとに特徴が出る。つまり拳銃ごとに全部違う。で、今回新谷の死体から出た弾の線条痕が俺の銃のものだったわけだ。じゃあ新谷先生を撃ったのは本当に綾部さんの銃だった。ああ、凶器は間違いなく俺の銃だよ。それが意味するのはつまり誰かが俺をはめたってことだ。どうやって。新谷が殺された日のことを覚えてるか。俺らテンダーで飲んでたろ。カイトもいた。ああ、覚えてる。黒岩と初めて会った時だ。あの後、俺はもうしばらく一人でいて、それから店を出た。ところが、そっから先の記憶がねえんだ。はあ？何かで頭を殴られた。後ろからいきなりガツンだ。闇討ちされたってことか。場所はどこで。店の近くだったろうが、はっきりしねえ。何しろ全部急だったんで。それでも刑事か。しょうがねえだろ。おまけに気を失ってる間に場所を移されててな。それで余計記憶が。場所を。ベンチに寝かされてた。カムロ町の児童公園のベンチにな。で、起きた時周りにはもう誰もいなかった。テンダーからだと結構あるな。車で運ばれたはずだ。どのくらい気を失ってた。1時間くらいだ。後で知ったんだが、新谷はちょうどその間に殺されてた。俺の銃で撃たれてな。じゃあ犯人に銃を奪われたってことか。いや、銃は俺の懐にちゃんとあった。え、要するによ、俺を襲った奴は俺の銃で新谷を撃った後、全く元通りに戻してくれたわけだ。たった1時間の間にな。じゃあ弾だけ減ってた。弾数も元のままだ。使った痕跡もきれいに消されてた。でも補充された弾から手がかりを探せば。量産されてる弾だからどれも同じだ。無理だな。ところであんた、自分が闇討ちされたことを上には報告してたのか。してない。だって手帳も拳銃も何も盗まれたものはないし、面倒だったしよ。それに普段の素行が突っ込まれるしな。悪徳刑事の悲しさが。真っ当なデカならちゃんと報告してる。まあ認める。でも犯人の狙いはそこかもな。あんたなら騒ぎ立てないと見越して濡れ衣を着せる相手に選んだとか。全て計算済み。まあ
隠して現場から出た弾にはあんたの銃の洗浄痕が入ってた。それは事実ってことか。そいつを聞かされたのもついさっきだ。銃の洗浄痕が出た時点で俺は第一容疑者だろ。なのに周りの同僚は誰もそれを知らしてくれなかった。ここんとこ捜査の時、黒井はいつも俺をそばに置いてたの。あれは俺を監視するためだ。ま、今思えばだけどな。アリバイ聞かれた時は何て答えた？公園で寝てました。それじゃあ誰も信じてくれませんよね。俺は新谷をやってねえ。俺ははめられたんだよ。なあ八神、あんたから見て俺は助かりそうか？ふん、ああ大丈夫。いや、俺もバカなこと聞いたよ。あんただって他に答えようがないもんな。いいか星野君、綾部はまんまと真犯人にはめられた。俺はその前提で動く。じゃあ全面的に綾部さんを信じるんですね。綾部は刑事の風上にも置けないが、そこまで悪じゃないし頭も切れる。自分の銃で殺しなんてやらないよ。真犯人は別にいる。それはやっぱりモグラですか？ああ、当然第一容疑者だ。だからまずはモグラに近い人間を渡る。モグラに近いって、あ、羽村の頭？ああ。でもあの人の居場所も分かんないですよね。そうだな。でもそこはまず松金のおやっさんに聞いてみる。何か分かるかもしれん。そうですか。じゃあ僕は一度事務所に、源田先生にもろもろ報告してきます。
笑>